ということで、本日も、ピュア21、なんだっけ、ピュア21の選手キャリア、やっていきたいと思います。まあ、オフシーズン、まあ、移籍したばっかりでね、まあ、シーズンとシーズンの間、オフシーズンカップ、アジアエリートカップ日本での開催に参加している、レアルマドリードですね。うん、レアルマドリードの、ピアトシノが、今日も活躍していきましょう。前回は、もう大活躍。前回、前々回と、まあ、2試合続けて大活躍してるんで、まあ、ここで、パリ・サンジェルマンとの試合、ここでも活躍見せていきたいですね。うん。グループ A だと、まあ、僕と、まあ、PSG か、僕とロッテなのか、どっちか、まあ、上がっていくというところで、何？いや、グループ B か。うん。は、まあ、バルセロナを、バルセロナはまあ上がるの確実かな？うん、多分。そうだね。あとは、ピエモンテって書いてるのは、これはユベントス。ユベントスかバイエルンが上がってくるってとこですね。それでは、まあとりあえずまずはパリ・サンジェルマンとの試合やっていきましょう。うん。今日の舞台はパナソニックスタジアム吹さあ、田。ということで、サ今ポー回ターものまた熱スタ気ジにアム包パまナれスタたスでタジすアムからね。デーゲーいムやをお送ー、りしま大阪したのスタフジァアンム。に、実況大は阪のサ私、ポー西ター村に、明彦、解この説僕にがはフ育ルスっタたジアムをお町迎でえしていのます。活躍プレをお見シーせズしンていトーきナたメンい。トのグループステージまあ、多3分戦ね、目このも、年齢この試で、合まあ、はガンバ大パリ・阪でサンプジェロルでやっマてンたくがらいなんレで、アまあ、ル・僕マもドリー間ドと違いな戦くガンいバま大す。阪グループ出ステー身ジだはろう最と。終戦でまあ、もあしり、らないけど、うん。プレシーズンとはこいのえ、ゲーム、プロにな監って督かとらしてのも固話有しか大ない会ので、で選まあ手たまあちまあ、にそ自の信前をはつけ知させらんて、けど、まあシーズ間ン開違いな幕くをまあ、迎僕えはたいガとン考バえ大ている阪でしでょう。しっかり新アカたデなミーシー卒ズンというのう、目標を占う上でも、ん。ここは見逃せなまあ、い試合になりました。予定編未来じゃない、過去マのこウロ・とイだけカルど。うディ。ん。ここは2な人んで回で、しままあす。しっかりとこのパナスタでね、結果を残していきたい。ナイス？タックルでうん。ボールを外に出し、スローインになりました。あ、すごいあっそのクリア。と、すぐにやボばールすをぎ取る。らオれシまャしレクリた。アから、まあ、仲間がボールを持っていく。オシャレ。いや、もう基本的このにやっ試合てるのことがオ注シャ目レのなん選よ。手といえでばも私ナバスでしょう。的今日に、は初綺麗めにてのフ渡しルたスいトよ。の対戦になりいや、ましやばい。た。やばいやばいやどばちいやらばい。のチームナイのサポース。ターもオッこケー、のありが選手とに注目う。うん。しているようですね。さあ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 。特にフルスのサよポーし。ターは応援してる人まあ、もいれ渡しば怒って。てる人もいるんじゃないでしょうか。うん。まあ選手本人としさあ、ていいはよ。いろんなさあ、思ビいニがあっシウたとス。しても冷静に自分さのあ、プ上がっレーをてすいるく。だこけでこしはょ僕がもらって。中さあ。に入れてくるか。どうだ。クロここスはクはリアこされました。はちょっとダメだったか。いや、でも拾いましたね。マルティン・ナイウース。デボール。さあ、ここいいもう一ボ度ールもがらっ出まて。す。さあ、どうだ？これ、何通かしして、てきそうです蹴る。が。惜しいね。決めきれず、シュートに行けず。いや、ま、行ったけど止まったのかな？なんかまあ、シュートしようとした雰囲気はあったけど、まあ、うまくはいきませんステでしファン・たサリッね。チ。うん。サイドへパスをや出ばしい、まこれす。は、まずい。ここはしっ味かり方止めのな位いと置いをけ確ない。認する。にゃー、抜かれた。まずい。これは1待点リードにできるて。まずい。ナイか。ス、助かっなぜた。かシュートが危入りません。なこのシュートは入っー。危ない。ちたょっとと思待っいまして。た。ドキッとここしまにし来たて。ね。ここに来て相手が強い。6対0、6対0と続いて余裕ムードだったけど。いや、PSG リ強アいン・ブぞ。リュースター。うん。イカまルずい。ディ強烈なシュートでしたなー、が、今入ったかとボ思っールはポスた。トの外側へ。危惜しかったなー、ですマジね。で。あと少し内強側すなぎらる、強入っすていぎたる、でそしういうょの。やめてほしいね。うん。よし。大う。丈夫そ難れ。易度オッあケーオッる。ケーオッケボールー。はウーデさあボール。さあさあ、前に運んでいきましょう。いやー、もらって。出せるぞ、これ。んー、どうだ。ごめん。ディフェンダーごめん、のごインめん、ターごめん、ごめん、セごプめん、ご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 めん
ましょう。やばい、スタミナがない。いやーと、まあ結構プレシーズンカップは過密日程気味なんで、タッチを割ってあんまり無理しちゃいけないね。うん、さあということで、いやー後半スタートですね。前半は0対0。いやー、ここまで2戦と比べてかなり苦戦してるといった状況ですね。ボール持ってる時間も相手が結構長い。積極的な動きはなかったですね。うん、いやーとどうなる、どうなる、これ僕オフサイドないか、ないな、どうだどうだ、あるぞ、惜しい、キーパーがキャッチ、惜しい、いやそれ止めるか、
現在同点なのもチャンスを作り出せていないことが原因でしょうね。いや、お互いにシュート数少ないね。サポーターを満足させるためにも攻めに一工夫加えた方がいいでしょう。でも今のが 初シュートか。うちそれは攻めれてる気がしないわけだな。ニュースが流れています。ボルシアドルトムントが新しい選手を獲得すると噂になっていましたが、やっと確定したようですね。果たして、はい、いい選手を獲得しました。ボールを持って上がります。いや、ここしっかり止めていきたいね。ドラクスラー、この守備ナイス。あ、いや、まだ相手ボール。きついな、本当に攻められてる。今まで2試合にない攻められ方してる。着々と攻撃の形を整えつつありますレアルマドリード。どうだ、先ほどから見応えの攻撃が続いています。さあ、ベニシウス取ってもらって、線が中にいた。さあ出すか。これどうだ、エンドンベレ、にゃーっとボールを回してチャンスを伺います。ベニシウスから、これはコーナー、ゴールキックになりました。え、ゴールキックなの今の。嘘、マジでコーナーだと思った。ピッチに選手が投入されます。いやー、まずいな、これは。ちょっとついにこの試合逃したかもしれない。これは強いぞ。 PSG サビッチに渡った。いやー、なんか時間が隠した相手には本当にサポーターボコボコにしたって感じだけど、いや別に言うだけなのに隠したじゃないんだよな。同点では満足できないでしょうね。 PSG が強すぎるのか、ちょっとこの試合調子が良くないのか。最後まで全力で攻めていくと思います。シュートすら本当にまだ1本2本とかそのレベル。プレーを好む選手ですが、いやー、試合時間が終わっていきそうです。ただお互いなんだよね、お互いにシュートまでいけてない。ステファン、お互い固い試合してます、この試合は。うん、いやー、ここで試合終了。引き分けです。両チームとも無得点と消化不良なゲームになりましたね。今日の舞台はパナソニックスタジアム吹田。はい、ということで今回は最高のピッチコンディションで迎える準決勝の試合までやっていきましょう。準決勝の相手はバイエルミュンヘンということで、まあ、試合会場、まあ、スタジアムはまたパナスタです。まあ、このね、大阪の地でやれるということで、まあ、完全言ったら僕のホームですから、つまり実質これレアルのホームですよ。今このシーズンの開幕が楽しみになりました。うん、みんなが僕を応援しているこんな状況でやっていきます。このシーズンカップのアジアエリートカップだっけ。うん、シモンス頑張っていきましょう。うん、じゃーっとダメです。ディフェンダーのインターセプト、ダメでした、帰ります。うん、ここはしっかり止めなきゃいけないが、いやーっと、まあ、どういう形で移籍したかにもよるので、いやー、何か思うところはあるかもしれませんね。うーん、おしゃれなことしすぎ。新たなチームの選手として待っ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 て、まあ、とりあえず下がらしたから僕の勝ちでいいか。うん、勝ちとはって感じだけど、仕掛けてくるのか、まあ、自由にはさせてない。細かくパスを繋いでいます。 OKOKOK、 どこから攻めるでしょうか。このまましっかりと守備頑張っていきましょうというところ。いやー、ナイス、仲間が取って、さあ攻撃。今回の試合はしっかり点取りたいね。うん、たいよ。ビニシウスが入っていく。どうだ、クロスを上げる。うん、これはさすが。さあさあさあ、またロングボールもらって、これは受けられる。よしよしよし、 OK OK OK。 またして、まだある。いや、あるよ、ナイスね。ここでまずは先制、完璧ですね。ナイス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 。バイエルンミュンヘンのチャンスになりそうです。にゃーっと、ここをしっかり止めて、さあさあどうだ、ボール取れないか。ただただここはやばい、それはまずい、それはまずい。ナイス、ボールがこぼれました。ナイス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 。そのスライディングは完璧すぎる。僕はなんかだいぶやばい動きをした気がするけど、それはいいよ。さあここでさらに僕はもう走っていく。にゃーっと、これいける、これいける。どうだどうだ、ゴール、レアルマドリー。入った、どういうこと、わかんないけど入ったよ。オッケー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 、オッケー、完璧ってか、僕多分ね、今のね、もう一個前のタイミングでフォアに出せばね、僕のアシストで入れたと思うんでね、ちょっとリプレイ見ていきますか。これは僕のタイミングでフォアに出したかったんだけど、ちょっと間違ってもう一個ドリブルしちゃって人数が間に合わなくなったんだけど、なんとか入りますね。ナイス、早めに潰さないといけません。いやー、ナイスナイスナイス、やってくれました。うん、ナイッシュです。うん、さあ
後半戦やっていきましょう。バイエルンミュンヘンは追いつけるでしょうか。にゃー、前半終了間際はね、しっかりといいディフェンス見せれたかなというところで、さあ後半戦です。しっかりキープします。さあいいよ、いいパスもらって、僕も出す。さあ綺麗に決めて、惜しい。ここは止めました。惜しいね。ここまでやられていますから、うん、これ以上は点を許したくないでしょう。どうだ。さあボールを蹴った。高い球蹴っていった。さあこのヘディングは惜しい。ボールの枠を捉えられません。さあ僕のサイド、これは止めなきゃいけない。ここの勝負、大事な勝負です。いやー、抜けられました。抜かれましたが止めてくれる仲間、安心感がすごいよ。もう味方の、ここは決めたい。ナイスナイスナイス。さあさあさあ、選手の交代を準備しているようです。さあいいよ。さあこれオフサイドなければ熱い。いやー、ちょっときついか。うん、チャンスにできるか。さあ入れてきた。いやー、惜しい。止めます。で、うますぎる。このボールはコーナーキックになりました。みんなヘディングがすごいのよ。ナイス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 。クロスからのチャンスがすごいね。だってキーパーもやっぱさすがなんだよな。バイエルンミュンヘンのキーパーといえば本当にもうね、守護神だから。このコーナーは誰に蹴るか。さすがに強い。うん、いやー、ちょっとハンド今の。次にもう一度やるとカードが出そうですね。これはハンドかな。てかこれカードが出てないのが不思議なんだけど、これ多分さ、普通にレッドカードなんだよな、このハンドの出し方。いやー、ナイス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 。さあ、こっからこれを決めてもらいたい。うん、さあ落ち着いてペナルティーキックを決めました。いいね、この大会2つ目の PK 成功。落ち着いて蹴りました。キーパーの動きをよく見ていましたね。やばいか、そうでもないか、どうなんだろう。いやー、ここ止めたいね。狙える位置です。うーん、OK、 これしっかり止めていく。うますぎる、僕えらい。しっかりとディフェンダーしている。カウンターのチャンスです、うん、いいよ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 。さあチャンスになってる。カウンターになります。早く戻らないと。どうだ、これオフサイドなければ。あー、オフサイドあるか。オフサイドです。さあさあさあ、いいよ、チャンスになる。いや、これ大チャンスだ、大チャンスだ、本当にそれは。いや、決める、決めたい。よし、オッケー、オッケー。バイエルンミュンヘン相手にもしっかりと決めていきました。宮田氏のこの左サイドからの攻撃が今シーズンレアルマドリード最強になってしまう。キーパーの位置を見て、うん、ニアサイドを狙ってきました。これですよ、これが今年のレアルマドリードだというところ。左サイドバックがゴリゴリ上がってのフィニッシュ。これを今シーズンはしっかりと見せていきたい。ナイスナイスナイス。残り時間も少ない中、決め切りました。厳しい展開になっています。さあこのパスもらって、サイドパスを出します。さあ止めて、うん、いやごめん、ボールがこぼれている。にゃーっとキープできなかった。よし、出た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 。オッケー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 。プレッシャーはしっかりかけれた。さあ渡して、にゃーっと、いいよ。ここはクロスのチャンス。やっちゃうか。ちょっと力がありません。さすがにダメですね。知ってた。これではいつものやっちゃうかは大体失敗するやつ。うん。オッケーオッケー。残り時間がアディショナルタイムに含めてももう1分とかそんなぐらいじゃないですか。カウンターはしっかり終わります。アディショナル3分か。アディショナル3分意外と長い。まあシュート結構入れたからね。よし、まあ言うて残り2分。ここでパス回せれば終わってしまうでしょう。パスが通る。ゲームを作るパスが光ります。さあここ最後の攻撃しますか。どうだ、いやーというところで試合終了。大きな1勝を手にしました。これは嬉しいでしょう。はいはい、ということで今回の準決勝はレアルマドリードバイエルンミュンヘンにしっかりと4対0勝ちました。で準決勝もう一個の試合がバルセロナが PSG に負けたの。 PSG やっぱ強いですね、まあ、前回6対0、6対0、4対0って今のところね、勝ちまくってるレアルマドリー。PSG との試合だけ、前回、今回か。うん。ああ、0対0と、うん。いやー、かなり強かったんで、やっぱ強いなと。まあ、バルセロナ負けてしまったんで、残念ながら、まあ、日本でエルクラシコを見れることはなかったんですけども、前回の決勝戦は、パリ・サンジェルマン対レアルマドリーということで、次回、この1本の試合で、うん、動画やっていきたいと思います。ということで、今回はこの辺で終わりにしていきましょう。お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。